いただきありがとうございます。ギアマッスルでございます。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画のテーマなんですけれども、上達するための目標の作り方ということでね。はい、まあ目標をね、皆さん日々いろいろ目標立てて練習されてると思うんですけれども、まあどんな目標立ててねやってた方がいいのかなっていう話でございます。はい、で僕は今年で20年ぐらいトランペットやっておりますけれども、まあ、いろんな目標をね昔から掲げてやっておりました。まあ、とにかくね、まあ、プロトランペッターになりたいなって思い始めたのがトランペット始めて3年ぐらいですかね。3年ぐらい経ってからに考えてから、はい、もう17年前かってことはね、はい、まあ、そんな感じでやってきたんですけれども、なかなかその目標の設定の仕方っていうのもね、まあ、どこからどう設定してどういうふうにしていった方がいいのかって多分悩んでる方が結構いらっしゃるようなので、はい、動画にさせていただきました。まあ、全然考えなくてもね、もうすでにできてる方はいらっしゃると思うんですけれども、まあ、とにかくね、まあ、こう目標設定っていうのはすごく自分はなんていうのかな、考え方がすごく大事かなと思っていて、もちろんその目標っていうのは絶対その超えられなきゃいけないものを設定するべきだと思うんですけど、ただやっぱり果てしないね目標があってそこに向かっていった方がいいとか、まあ、いろんな考え方があるんですよ。だから僕の場合は果てしない目標があった方が頑張れるタイプなんですよ。だけど目の前の目標を一個一個クリアしていくことによって頑張れるタイプっていろいろあるんですよね。ただ全部を持ってると思っていて、で僕の場合は基本的にその長期的なね長いもう果てしない目標っていうのが一個あった上で、でそこを見ながら一個一個ちっちゃい目標をなんか達成していくみたいな感じで考えてるんですよ、僕の考え方としては。で具体的にまあトランペットで話をしていくと、まあ高い音が出なかったりとか、まあいい音が出なかったりとか、まあ、いろいろな曲で悩まれてる方もいたりとかいろいろいると思うんですけど、とりあえずはね、まずは上手になりたいな、ああなりたいなっていう果てしない目標っていうのは絶対にあった方がいいです。なので YouTube とか今だったら便利ですよね、いろいろ見ていただいて、いろいろなトランペット奏者の方を見て、ああいう吹き方できたらいいな、ああいう風に吹けたらどんだけ楽しいんだろうな、ああなりたいな、こうなりたいなっていうのは絶対重要なんですよね。はい、でそこをまず作るっていうことが大事ですよね。はい、でその後に一個一個本当になんだすぐ達成できることって、まあ、難しいかもしれないんですけど、まあ何でもいいですよ。なんかこのソラシドレドシラソって例えばですよ、例えばこれを例えばこれを早く吹けるようにする、早く指を回るようにするとか、例えばですよ、こういう目標ってまあすぐはできないかもしれないけど、多分頑張れば1週間ぐらいでできるんですよ。結構これって1週間連続で今の練習してれば結構できちゃうんですよね。でこれってまあ割と簡単にできることじゃないですか。まあ簡単にっていうとあれかもしれないですけど、なんかハイベイを楽に鳴らすっていうとちょっと果てしない方もいらっしゃると思うんですけど、でもまずはさっきの指でも何でもいいので、すぐにできそうな、頑張れば1週間ぐらいにできそうなことっていうのを1個見つけてみて、それをクリアすることによってまた次も見つかってくるわけですよね。はい。で、まあそういう方法っていうのはね、どういうことを1個1個達成した方がいいのかなっていうのは、まあ僕のね、過去の動画も含めて見ていただいて、こういうことをできればこういうことになりますよっていうのを過去にもういっぱい何百本出してますので、まあ、ぜひ見ていただいて参考にしていただければと思うんですよね。あとはぜひ、まあ、皆さんね、僕じゃなくてもいいので、身近にもしプロの方にレッスンを習える環境があれば絶対受けた方がいいです。1回でもいいので、やっぱり今自分自身がどういう状況にいてどういう練習を必要としてるのかっていうのはやはりプロに見てもらった方が早いんですよ。効率がいいんですよ。一番効率的なことを考えると、もちろん独学はダメって言ってるわけじゃないんですけど、効率的に考えたら絶対その方がいいわけですよね。だから自分にとって一番の目標を、一番やらなきゃいけない課題っていうのを見つけたい方はね、ぜひまあレッスンを受けてそういうのを教えてもらうのが一番いいかなと思うんですけど、まあそんな感じでまずこう小さい目標っていうのを一個一個クリアしていく。はい。ただね、いろんな考え方の人がいると思うんですよ。なんかちっちゃい目標がいっぱいあった方がいいっていうパターンの人もいるかもしれないんですけど、ただね、欲張ると結構大変なんですよ。一個一個処理していった方がよくて、僕も結構そうなんですけど、やっぱりいろんなことをね、常日頃自分考えてるんですけど、全然話関係ないんですけど、まあトランペットはね、仕事としてメインでやってるんですけれども、まあそれ以外にもいろいろと、はい、いろんなことをやってるわけですよ。はい。で、いろんなことで頭を使う中で、一個一個処理していかないと、
なんかダメになるので、まあ、とにかく一個一個だから YouTube 撮るもそうですよ。今これ YouTube 撮ってますけど、この YouTube 撮るっていうのも一個片付けて次みたいな感じじゃないと、なんか全部がダメになるんですよね。だから一個のことをまず解決するとその先が見えてくるっていう、あの結構ねこれはあの今なんか何をやったらいいかこう悩んでる方っていうのは、学生さんだったら勉強してる方とかねいると思いますけど、とにかく目の前にあるものをまず一個片付けてみるとその先が見えてくるので、ぜひちょっとやってもらえたらと思いますね。仕事もあの練習も同じような感じですけど、まあ、過去にちょっと出した動画でも同じこと言ってるかもしれないですけど、だからまずは達成できそうな目標っていうのを一つ、はい、やっていただいて、それができたことによって、まあ、次をだんだんこう、ね、見据えてどん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 こうレベルアップしていくっていう感じで、はい、ただ何度も言いましたけど、やっぱり大きい目標、ああなりたいっていう絶対大きな目標は大事なんですよ。やっぱり進んでいく方向がどっか分かんなくなっちゃうんですよ。進んでいく方向をちゃんと見た上で山を越えたり谷を越えたりっていう風にやっていくべきだと思います、はい。で前回か前々回の動画でも自分出したんですけど、やっぱりモチベーションですね、トランペットをやるモチベーションって何なのって話をしたと思うんですけれども、見てない方はぜひ見ていただければと思うんですけど、1個前か2個前に多分出してる、2個前かな、はい、出してると思うんですけど、で、まあ、やっぱモチベーションって別になんかトランペットってね、あの楽しく吹くためのものじゃないですか。皆さん趣味でやられてる方が多いと思うので、だから辛いものではやっぱないので、やっぱり楽しく吹くためにはどうした方がいいかって話をまあ詳しくはしてるんですけれども、やっぱりその練習したりとか目標をさっき言った一個一個超えていくのが楽しくなったらもう最高じゃないですか。だからその長いね目標に向かって、うわーここまであるんだ、うわーこんなこともしなきゃいけないんだっていう感じで思ってしまうと、なんかなかなか毎日の練習のねモチベーションが上がんなくなってしまうので、ぜひあーに吹けたらかっこいいな、こう吹けたらかっこいいなっていう、まず大きい目標を作ってウキウキしてほしいんですよ。でそのウキウキに対して、そのためにはこういうことをやっていけばいいっていう部分で、まず1個の山を越えていく、2個の山を越えていくっていう風にそこを楽しんでいくわけですよね。あ、さっきのソラシドレドシラソっていうのができるようになった、じゃあ次これやってこれやってこれやってっていうのが10個できるようになったら、その時って結構上達してるんですよ。だからあまりもちろん数ではないんですけれども、とにかくはまずは大きい目標、ちっちゃい目標っていうのを2つ作っていただいて、一個一個ね処理していくっていう感じ、まあ、処理って言い方は悪いですけど乗り越えていくっていうような感じですね、はい。僕もねそういうことやってるので基本的には一緒です。皆さんねスタンスが違うだけなんでね、プロ奏者として僕はやってますけど、まあいろんな方が見てらっしゃると思いますけれども、いろんな自分自身のあったスタンスの中で、まあ、トランペットとねお付き合いしていくことが大事かなと思います、はい。まあ、今回はねちょっと目標設定という話であまりちょっとトランペット吹かなかったんですけれども、まあ、そんな感じでぜひねいろいろと今後も参考にしていただければ幸いです。よろしくお願いします。それではありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。